that's my girl. Take a look at her, she belongs to me. Yes, that's my girl. Hands off, don't touch.皆さんこんにちは、北海道ラジオの時間がやってまいりました。司会の悟空です。はい、ジャイアントくんかっこデカムラでございます。アシスタントのルンルンです。はい、北海道ラジオ第68回でございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたね。もうすっかり秋めいてまいりまして、うん、秋めいたところじゃねえね、秋だ ね、 秋ですね。もうすっかり秋でございますよ。寒 い、 ね、寒い、本当に寒くなってきた、こんな時期は何食べたいですか。やっぱりこんな時あったかいもんでしょうが、うん、なんすか。芋、芋芋焼き芋、焼き芋、まあ焼き芋もね、うん、美味しいよ、うん、焼き芋も美味しいけど、愛媛の風物詩、はい、秋の風物詩ということでね、はい、今回はこちらでございます。じゃじゃん、芋炊き、いいですな、うん、芋炊きですよ。去年は芋炊き連れてってくれなかったからね芋炊き会場に行きたい。芋炊きはただの河原だった終わってたんだよ。もう今度は違うよ、ちゃんと芋炊き会場に来たから ね、うん、ね、いいね。やっぱりこれだよ、やっぱり ね、うん、ね、あの寒い中、あの鍋を囲んでね、こう一杯やりながら、うん、これがいいんですよね何がいいですか、飲み物は。な、飲むのどうだろうな。僕酒は飲めないのよ、実は。日本酒はだから、ね、だからビールだね。ビール、うん、この寒い中でもビールを飲む。あ、ビール、でも温かいお鍋と、うん、そうそうそう、温かいお鍋とビールでね、クイッと秋味をね。秋味かどうかわかんない限定されちゃうけど、まあまあまあね、はい、ということでね、はい、今回は芋炊きの会場からね、お送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしく。気になるイベントのコーナー、気になるのー。はい、ということで今回はですね、まあいろいろあるかもしれないんですが、一つね、まあ僕もちょっとね、あの深く関わっているイベントのことがあるんですけども、就活って、就職活動、就職活動じゃない就活って知ってますか。何、もちろん終わるって書いてテルの就活、今ちょっと流行ってるね、うん、流行ってるというか、あの遺言書を書いたりとかいうことでしょ、うん、残したりとかいうことでしょ、うんうんうん、すごいじゃん。ほら、それ知ってるよ、知ってる知ってる知ってる、うん、何それで何すんの。そのね、死にかけの人を集めるの、うん、じゃあ、いらんこと言ってないしよまあそのね、うん、就活の、まあどんな就活をねしたらいいか、送ったらいいかっていう、そのセミナーをですね、があるということで、そんなの教えてくれるセミナーがあるんですか。はい、ということでね、今日はですね、うん、その就活サポート協会の理事長の、福田正也さんに来ていただいてますので、まずはちょっとご紹介したいと思います。おい、どうぞ。どん、こんにちは、はい、はい、一般社団法人就活サポート協会理事長の福田正代です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、僕もかかってるってこと言う、うん、なんでね、どういうことなんですか。僕も、たくさん喋れるんですけど、まあ、ちょっと、理事長のね、うん、福田さんにね、理事長を差し置いたら福田さん喋れないから、はい、ほら、はい、ちょっといろいろ教えてくださいよ。何をするんですか、その就活のセミナーっていうのは。終わる活動って、そうですよね、だと思います。なんかこう、なんか縁起でもない感じする、縁起でもない本当なんだよ、死ぬことを考えてんのかみたいな。でも人間って生まれたら必ず死ぬんです。そうだよね、それは誰もがね経験できることだからね。で、生きてる間一生懸命生きてきた時、でしょ。でも、で死ぬ時になんかすごく残念なことになったら、その人の一生がね、だから一生懸命頑張って生きてきたのに、あの人死んだ後はみたいになると残念じゃないですか。終わり良ければしなきゃね、いけないですから、で日本っていうのは昔からの隠居っていう考え方があった、よく聞きますな。ある程度お年いったらこう、若い人に譲ったりとか、自分のこう、なんて言うんですか、最後を考えておくっていうことをしてる民族だったので、やっぱりその終焉っていうのはとっても大事だっていうことで、で今ね、どうもその隠居とかこうそういう考え方が少しずつ薄れてきてしまったので、どうやって自分の週末をこう迎えていいかわからない方が増えてきてしまった。そうだよね、だからそういう方のお悩みにこう答えていきたいなと思って。どう収めたらいいのかっていうことですね、最後。そうなんです。それ具体的にどういう、一番多いのはやっぱり、お
金のこととか。ああ、まあそうですね。ですよね。相続のこととかね。ありますね。そこで一番揉めちゃうからね。相続は争う方の相続なんてね。いますよね。そうなんです。そうなるとそれこそ残念じゃないですか。そうですよね。せっかく残したものがそれが元でなんか揉めちゃう。ね、一生懸命子孫残そうと思ったのに。ねえ大変なことになってしまう。それをやっぱり生きてる時にこうしてほしいっていう思いを伝えて、うんうん、であと残されたものが揉めないように、ね、してあげるっていう大事なことですね。これね、最近はね、そのね、争うって言ってるでしょ、で財産がいっぱいある人が、揉めるケースが多いと思うでしょ、ない人が揉める。ああ、もう押し付け合うの、みんな。いや違う、押し付け合うんじゃなくて、うちしかないから、この家しかないぐらいしかないから、うちなんてそんなね、別に財産があるわけじゃないからと言ってるでしょ。そういううちに限ってね、争うんだよね。なんでそれ。いや、兄弟が例えばそこで3人ぐらいいたとするでしょ、するよね。どれがこの家引き継ぐ、ああみたいなことなんの、三等分にするかみたいな、そんなことしてよみたいな、経費じゃねえんだからみたいな感じだね。そういうので争うことが多かったりするんですって。たくさんあったらね、だってみんな1億ずつとか、みんな10億ずつ、逆にあれば別に揉めないんだ。中途半端な小金持ち野郎がの人たち、方々が、まあね、けどまあそういう人の方が多いでしょうからね、世の中にはね、当然。なるほど、なるほど。だからそういうね、争う相続にならないように、どうすればいいのかというところを教えて。悩み事ってね、それだけじゃないのよ。何、そんなに悩むことあんの。まあ、例えばね、その自分が死んだ、もし死んじゃった後にね、お葬式出すとしてね、出すよ、誰呼ぶの。どんな人、知らないよね、僕も正直言って。そうだよね、亡くなったとしたら、お母さん亡くなった時どうした。ああ、もうお母に任せてもらえ、知らねえもん。お母はまあ知ってるからいいけど、お母さん亡くなったら。そうだよね、全然わかんないね。大丈夫、どんな付き合いしてるかも全然知らないもんね。ああ、なるほど。ちょっと書いといてほしい。それを書き残しておくとか。でね、死んだ後だけじゃないんだよ、死ぬ前。死ぬ前。もし認知症になって何もかも分からなくなったらどうする。そうか、生きてる間でもね、それ書いてくれって言ってもそれすらも書けない状態になる可能性だってあるよね、当然。だから戒名をどのくらいのレベルにしておいてくださいとか。ああ、そんなこともあるのか。もし親がね、認知症になって、あんた誰って言われたらどうする。さエンディング、それは冗談だけどさ、まあそうだよね、なることだってあるわけです。そういったことどうしたらいいのかっていうことをね、事前に前もって決めておくね。そうそう、それをね、セミナーでね、こうどうしたらいいかとかっていうね、アドバイスも含めて。そしたらこれは対象としては、その年齢がいってる方の方が対象ってこと、それとも僕らみたいな、そのどっちもだと思うね。どっちも、まあそうだよね、2人が聞いとけば一番間違いないよね、そういうのはね。まあどちらかだけでもいいしね。ああ、なるほど。ということでね、でまあそのセミナーが今度あるということで、いつ10月15日に、10月15日、1時半から姫木ホールの会議室でやることになりました。はい、これは入場料その他はないんですよ。無料で、無料でやっていけるんですね。はい。別に定員とかもないんですか。定員はね、50名ぐらいかな。あ、50名ぐらい。だったら、もしかしたらあっという間にちょっと埋まっちゃうかもしれないね。無料。全国でね、そういう就活セミナーやってるとこ多いんですけど、1000人ぐらいの会場もあっという間にいっぱいになっちゃったりね、するとこもあるらしいの今。やっぱりそれだけ注目されてるというかね、やっぱりそれぞれ考えてんだね、どうしたらいいのかっていうことをね。そうなんだ、なるほど。ということでね、お問い合わせはこちらの方にね、入れておきますので。そうだね、うちの親もちょっとあれ生かしとこうかな、ちょっと頼むよと。ちょっとちゃんと残しといてくれないと全然わかんねえからね。もう財産がいっぱいありすぎて、うちは。あ、そうなんだ。ちゃんともう姉貴とこうもこんなになっちゃうから、今のうちに決めといてくれと言っとかないとね。参加費無料だから。無料だからね。あ、これはもう引っ張ってでも行かないといけないな。ということでございますよ。なるほどね。はい。ということでね、福田さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、はい、まあ
今日それぐらいにしておきましょう。今日はもうそれメインでね、うん、まあまあいいでしょうし、だいぶ喋ったでしょ、はい、あ結構喋らせていただきました。そうですね。はい、ということで気になるイベントのコーナーでした。はい、行ってみてね。それはいかん野郎のコーナー。いかん野郎。はい、ということでね、今回はどんないかん野郎ネタがあるんでしょうか。あるのかな。はい、今日はねないんですよ。ない、ないのか。今回は残念ながら。てんだ、もうやる気ねえな、みんな。あなたのね、ネタをお待ちしておりますので、よろしくお願いしますよ。まあいいんですよ、ない方が平和だっていうことだからね。まあいいんですけども、まあ、このコーナーが成り立たないんでね。そうです、まあ、なんかあります。あ、もうごっそり言わせて。ごっそりあるよ。もう先週だった、先週、前回か、前回全然喋らせてもらってない。その分の鬱憤もたまそう。こんなになってて、もうめちゃくちゃ、はいはい、言わせてくれ。さっさと言って、さっさと、はい、ちょっと前の話になるんですけどもね、うんうん、もうまあ、9月も末ですけども、まあ8月の末、夏休みの終わりぐらいにね、はい、ちょっとあの友達の家族、子供たちと一緒にね、うん、レオマワールド、レオママ、はい、レオマワールド、ね、レオマワールドね、ニューの方ですか。ニューレオマワールドですよ。そんな別に古い方と新しい方分かれてるわけじゃねえからね。レオマワールド、夏休み最後の思い出として、うん、ね、ちょっと遠いところまで行けないけども、まあレオマワールドね、うん、四国のディズニーランドですよ、はいはい、ねえ、分かった、そこはいいよ。先行ってなんでちょっと説明させてよ、ね、ね、知らない人もいるかもしれない。あ、そうなんですよね。その夜ね、うん、プロジェクションマッピング、あれ道後温泉とかでもあったし、うん、はい、やってましたね、うん、あれ僕道後で会った時もすごく見たくて興味があったんでね、うん、見たかったんだけどちょっと見れなかった、うん、でそのレオマワールド、うん、そのプロジェクションマッピングなのでね、あ、これはいいじゃねえか、うん、これはもうぜひ見てみたいっていうんでね、うん、でまあやっぱり見るのに別に観客席があるわけじゃないのよね、うん、ああいうのを見るときってね、だからまあまあもちろんこっから入っちゃダメですよっていうところはあって、まあ、そこからはあとは自由にもう、うん、並ぶというかね、するわけだけども、うん、そしたらね、まあ、大体普通さ、まあ、前から順番にね、うん、こう詰めていく、うん、前の人って、うん、座るのよね、うん、まあ、座ってる人が大半なんだ、うん、けども僕らの前の人たち、うん、家族ね、うん、だけ立ってんのよ、ずっと、うん、でまあまだ始まってないからね、うん、まだ始まってないから、まあ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 と思って、うん、で僕はでかいじゃない、うん、でかいから、うん、まあやっぱり邪魔にならないように、うん、ああいうとこに行くと割とこう後ろめに ね、うん、ね、行くのよ、うん、で後ろで立って、うん、一番後ろ、ね、まあ、一番後ろぐらいでも見えるからね、うん、ね、見えるから、まあ一番後ろで、うん、でまあ子供たちいたんで、うん、で子供たち前の方で、うん、ね、やっぱり見やすいと思って、うん、そしたらその前の方に行かせたにもかかわらず、その前あたりに、うん、斜め前あたりに立って、立ってるね、うん、始まる、ま、直前になってもまだどうやら立ったまま見そうだったから、うん、すいません、うん、前の人は座ってくださいって僕言ったのよ、言ったの、バシーって、バシーってやりましたよ、バシーって。そしたら、まあ、その人ら初めなんか自分らのことじゃないみたいな感じの反応だったんで、うん、でもう一回行って、うん、そしたらなんかまあ座って、うん、で始まりました、始まった、でね、子供たちも、うん、まあ、楽しみに、うん、そしたらさ、その、プロジェクションマッピング、うん、テーマが、うん、お化け屋敷、ね、うん、お化け屋敷っていうかモンスター的なこと、うん、なんていうのな、ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン的な、ちょっと早いけど、はい、ハロウィン的な感じのやつだって、うん、でプロジェクションマッピングってすごいこうリアルに映し出すじゃない、うん、そのオープニングがあまりにおどろおどりしすぎて、うん、子供たちが一斉に泣き出した。
ね、そんな遊園地のそんな夢の国みたいなとこでやるのに、もうちょっと入り口ぐらいね、こう可愛くすればいいのに、うん、ものすごいリアルなオープニングからで、それまあ結果的に後々はこう楽しい感じのやつなんだけど、入り口がものすごいリアルすぎて、一斉に泣き出しちゃって、もうプロジェクションマッピングどころじゃないみたいな状態になって、なんだよ、まあまあそれはね、もう最終的に収まったんだけど、まあそこが一つの意見やろうで、ああいうとこでやるんだから、もうちょっとこう可愛いさ、こうワクワクするようなやつにさ、いかんやろ、まあ、これ一発目ですよ。で2発目で、それまあ終わりました。で帰って、で子供たちも、あ、面白かったな、最初ちょっと怖かったけどなとか言って話してて、まあ小学校と中学校の子だったんだけどね、話してて、あ、そうだねなんか言って、でそしたらその中学校の子が注意した時に、別に前に行った人が座るなんてルールないのにねって言ってたよって言って、アホかお前はなんてことを言うんだ、そういうのはモラル的なことだろ、別に前に行ったから立っていいっていうルールもねえんだよ、それはお前大人のルールとしてちゃんと守らないかんやろ、それをまたね陰でその子供だけに聞こえるように言うのがいやらしくない、もうそれがちょっと腹立ってね、これ2つ目、ね、まだあるまだあるのね、まだあるよ。でまあその時、ホテルの建物あるじゃん、はい、レオマワールドでね、はい、ホテルの建物の方で、うん、縁日みたいなのをやってたんだよね、うん、そこでさ何射的ゲーム、うん、ね、あって、わこれ懐かしいな、まあこれも道具とかでね時々やってたりするけど、うん、射的ゲーム面白そうだなとか言って、でまあもちろんその景品がね上から下まで1等から5等になって、うん、でこれ1等当てたら何が当たるんだよこれ、これ、うん、と思って、で何だと思って、うん、何夢の国ですよ、うん、ね、でテディとポーリーもいる、うん、なんだと思いますか、分かんないけど、ミッキーマウスが一等の商品なんですよそこはレオマワールドなんだから、一等の商品はテリーとポーリーでしょうがそれ持って帰って、お、これどこで持って帰ってもらったのって言って、レオマワールドって言ってもらったなんなんだそれ、思い出にもならんだろう、そ, それはいかんね、やっぱりそれはいかんでしょ、いかんよ、ほんとね、それ3つ目最後さらっといこうね、もうまたテーマ合わせてるからスタッフが4つ目ね、でまあそれはそれで、でジェットコースターあるじゃない、うん、レオマワールドにもさ、うん、で子供たちジェットコースター大好きでさ、うん、もう何回も乗るのよ、うん、でレオマワールドのジェットコースターって、うん、目隠しして乗るやつあるじゃない、うん、今そんなのがあるのよ、目隠ししてね、わざわざアイマスクつけて乗るようになってて、うん、だからさらに怖さをね、うん、増すっていう、うん、で僕2回ぐらいは普通に乗ったんだけど、うん、まあ、3回目ちょっとせっかくね、うん、アイマスクあるからさ、それつけて乗ろうと思って、うん、でそのマスクこう見たら、うんうん、何が描かれてたの、何が描かれてるの、ミッキーマウスですよなんでそこのグッズをミッキーマウスにするんだ、そこはペニーとポーリーだろうが、もうね、もうそういうね、今回はちょっと興奮気味に、う、ね、もう前回の話せなかった分、うん、もう洗いざれ吐き出しましたということでね、せっかくそういう夢の国統一したそういうキャラクターをね、ちゃんと、うん、打ち出すようにじゃないとちゃんと思い出になりませんからねレオマの方聞いてたら、うん、そこのとこちょっと注意していただいたらなと思いますはい、以上、これ何のコーナーだったっけ僕はあれだけいかんやろ言ってるじゃないですか、もう、それはいかんやろのコーナーでした、いかんやろ、愛媛魅力発見のコーナー、見つけたぞ、はい、ということで今回もですね、愛媛大学法文学部総合政策学科からお二人来ていただいております。
ではまずはちょっと自己紹介からお願いいたします。はい、愛媛大学法文学部総合政策学科観光まちづくりコース2回生宇都宮ゼミ飯田純平と、同じく愛媛大学法文学部総合政策学科、地域コース佐藤ゼミ2回生の黒田大地です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、何回目ですか？2回目です。なんだよ、2回目だよ。なんだよ、全然聞かなかったよ。準レギュラーじゃねえか。堂々としろ。堂々と。今始まった。今日はどんな話題で、今日はちょっと、はい、この前まで話題になっていた淀川について、うん、淀川、はい、パート2で、パート2、はいはい、話させていただこうと思います。はいはい、愛媛県の宇和島市から、宇和島の駅から高知県の久保川という駅までを結ぶ、はい、電車でございます。愛媛とね、高知をつないでね。はい、はいはい、で、そして、はい、でそこの車両というのが、うん、海洋堂という、そうですね、会社の、そうですね、フィギュアとかを扱っている会社とか、そうですね、そういう、あの、それと、まあ、コラボレーションしている車両がありまして、うん、列車の中にフィギュアとか模型とかがたくさん飾られてある、そういうで車両 の、 あの外のデザインも、うん、恐竜のデザインとかそういうデザインがされている車両が、うん、あの要請今通っています。あ、ね、はい、面白そうだね、それ。でその車両もすごく魅力的なんですけど、うん、僕が今回話したいのはそこじゃなくて、はい、どこだ、淀川のその周辺地域について調べてきたので、うん、話したいと思います。はい、でまず宇和島駅なんですけど、はいはい、ここで魅力的な、魅力的というか、ここでしか見られない景色が、宇和島って予算線と予土線の終着駅じゃないですか。駅の最後って線路が切れるじゃないですか。そりゃそうだ。その切れる場所がこの写真です。エンドね、要するに、はい、予算線のエンド、これエンドです。他の駅のホームじゃ見られない。見られないね、はい、松山にじゃ見れないもんね、はい、これはね。これ止まらずに抜けちゃうじゃんとか。止まるわ。なんかとね、心配だな。そうか、これはなかなか見られないね、はい、ここならでは。宇和島でしか見られない、ね、はい、すごいすごい。はい、うん、で、うん、次に淀川の車窓から見える景色なんですけど、あ、そういうのいいね、はい、そういうの。これ、うん、だいたい美馬町のあたりを通ってる写真なんですけど、うん、米どころということで田んぼがすごく綺麗で、うん、車両の右も左も米、うん、田んぼばかりで、田園風景な、米だらけじゃないよな。米だらけだ、田んぼだらけだな。秋になったら多分稲穂が綺麗に、あ、そうだね、今からの季節だったら綺麗だな、はい、あ、なるほど、こういうのもここならではの景色だね、はいはい、で近くに道の駅とかもあるんで、そこに行ったら、うん、あの米炊き体験ができるんです、うん、米炊き体験、あそこ美馬の駅で、はい、道の駅で、そ、はい、え、それはその淀川の駅から近いの？歩いて、そうですね、5分、10分ぐらいに行く距離なんで、あ、そうなんよ、道の駅だけど、はい、普通のその駅からも近いんだ、はい、あ、いいね、それだったら。米炊き体験はしたんですか？しました。偉い。どうだった？あの難しいかと思われるかもしれないんですけど、うん、すごく簡単で、ちゃんと手順があって、こう入れてピッとしたら、何それ、一人暮らし大体やってるわ、それそうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、ちょっとどんな風にやるの、あの教えて教えて。釜があるんです、釜があって、まあ、ある、で、ね、その下に、うん、着火剤を入れて、うん、キャンプとかで使う、そうですね、あれに火をつけたら、ある程度の時間を、うん、あのちゃんと置いといたら、うんうん、お米が綺麗に炊けるんです。それもう3分変わんねえ。これも火をつけただけじゃねえか。でも、うん、それくらい簡単に美馬のお米が食べられるというのが、美味しくいただける、まあ、昔からね、初めちょろちょろ中パッパってね、聞くね、知ってますか、そういう言葉。初めて聞く、初めて聞く、固まんの、まあ、そういう体験をしてきたと、はい、で車窓から見るのもいいんですけど、うん、実際に歩いてみるのもよくて、うん、こちら地下長の駅を降りたところなんですけど、ちょうどこの時綺麗に、黄色い花が咲いていて、で両端田んぼで左側に川が流れている、うん、またいい感じだね、うん、そしたら川のせせらぎも見ながら、でトンボとかが飛んでいたり、すごい、うん、そうですね、その田園、ザ田園風景ね、ザ田園風景、ザ田園風景、あ、なるほど、はい、そういう景色が見ることができます、はい、
なるほど、はい、いいじゃないの、こう自然も満喫しながら、ね、はい、JR の旅ということですね、はい、あ、そろそろ飯田君の番ですか。そうですね、もう喋る時間なくなるよ、早くしゃべんないと。僕はその、うん、この JR 要請の際に、うん、僕はその四万十ドラマの道の駅東和っていうところに行かせていただいたんですけども、うん、そこすごく気に入ったんで、うん、そのインターンシップに8月から9月の1ヶ月間行ってきました。行ってた、ずっとそこにいたの？はい、そうですね。気に入って。何してたの？いや、もうそれがですね、うん、行く日からもう電車がもう止まってしまって、うん、なんでそれ？大雨で、その8月は台風が来たじゃないですか。ちょうどそのタイミングに行ってしまって、はい、もういきなり初日からもう電車が通ってない状態で、もうハプニングから始まってしまったっていう。いいね。で、その、はい、そんで1ヶ月間、うん、なんか高知県ではなんか知らないんですけど、うん、24時間、うん、連続で晴れたんが1日しかなかったって。あ、えそうなの。はい、それぐらい雨が多かったんですよ。大変だったからね。多かったよね。あ、そうな、その間にずっと行ってたんだ。行ってたの。じゃあ、こうなんか復旧作業したりとか。そうですね。そうなんです。道の駅のその場所、ロケーションがその川、四万十川の真横にあるっていうことで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。すごい増水してたんじゃないの。そうです、大雨が降っていた。さらにそれプラス、うん、その台風の水で、なるほど、すっごい増水してしまって。どんなの作ってたの。そうです、ね、やっぱり役に立つために行ってた。そうだな。そういう意味ではすごい地域のためになってるな、ね、うん、自然の魅力をその地域資源にしているがために、その、うん、台風でこうやって被害を受けるって、ね、まあ、裏腹のところもあるからね。で、素晴らしさを学びましたね。身をもってね、それは大変な夏だったね。そうですね。なかなかそういうタイミングでね、そんなとこ行くこともまずないからね。ですね、まず観光でそんなことないからさ。そういう社員さんにもやれましたね。7年間してて初めてだって言ってました、ね。こんなめったにないよって。いい体験でした。持ってるね。今持ってますね。そうなんだ。別にそれがメインだったわけじゃないんだろう。じゃないですけどね。で、市としては何をしてる。そうだよ、何をしてるですか。その道の駅さんはデザインがすごくて、うん、その建物の建物もそうなんですけれども、うん、商品のパッケージがすごく魅力的で、うんうん、その本を一度梅原さんという方の本を読ませていただけて、うんうん、それでちょっともう惹かれしまって、本で一番、それで、はい、そういうデザインの、そうですね、デザイナーさんの本。そうですね、お米の袋とかデザインしてる。そうです、そうです、ご存知ですか。はい、香り舞っていうのがそこで有名なんですけれども、ね、デザイン賞取った。そうです。あ、そうなんだ。あ、そんなに素晴らしい、ね、でそれ地元の方がデザインしてるじゃなくて、地元高知なんですけど、高知の香美市の方なんですけども、うん、あ、そうなんだ、ね、はい、もともとすごいね。じゃあ、まあ、そのほとんどの商品をその方がデザインしてる。四万十ドラマの商品、オリジナル商品はその方が主にしてくださってるということで、うん、へえ、そうなんじゃ。その もの自体ももちろんね、あの美味しいもんだったり、美味しいですね。今栗の時期なんで、その、はい、僕がちょうど終わる頃に、うん、9月の終わり、9月の頭に、うん、その栗が取れ始めたんで、うん、今の時期からちょっとおすすめなんで、いいね、はい、それを楽しみにちょっと行った方がいいね。またね、またね、またもう一度行ってみましょう。もう今落ち着いてね、あの非常に多分景色が、そうだよね、より楽しめるね。川が透明になって、僕の時は真っ茶色だったんで、まあ、もう飯田くんのおかげでこう綺麗に、ね、なってるということだね。ね、飯田くんありがとうって。そんな話なの今日。まあまあ、そういうことですね、はい、ということでね、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。